どうも、ともしです。昨日なんかちらっと見かけたんですけど、電動バイクに都がなんか48万円まで補助金出すみたいな話があって。 いや、でもね、冷静に考えて、48万円もらって、電動バイク手に入れても、それで稼働するの厳しいっすよ。通勤とか通学とかならいいんですけど、フードデリバリーだと全然バッテリーが持たないんで、やっぱり厳しい。台湾みたいに街中に電池交換スポットみたいなのがあればいけますけど、そうじゃなかったら、もう全然電池持たないし、電池へたるし、電池複数持ちしないといけないし、バイク、ガソリンバイクで稼働するのと電動バイクで稼働するのじゃ、もう全然お話にならないって、仕事にならないと思いますね。マックデリバリーとか、ゆうちょっていうか、郵便局の EV はどうなってるんですかね、あれはね。郵便局の配達員とか、予備バッテリーとか持って抱えてるんですかね、あれね。いや、恐怖ですよ。私、電チャリ、赤チャリ使ってる時も電池切れの恐怖あれ、常にさ、電池気にしながら稼働して、すげえストレスだったんですけど、いやー、なかなか電池見ながらはね、例えばまあ、携帯電話でモバイルバッテリーないみたいなもんですから、そりゃ仕事にならないんで、48万円もらっても、EV 買ってもね、それ乗って仕事はできないと思います。まだ、だからその、電池がなんとかならない。そっちだよね、車体に補助金出すのもいいんですけど、電池スポット、そのさ、300円でさ、なんか、なんだっけ、快活クラブとかさ、いろいろにチャージ、なんか、レンタルできるさ、モバイルバッテリーとかあるじゃないですか。あんないらないんですけど、あれのバイクの、電池版を作ってくれないと、ちょっと使い道ないですよ、正直ね。あと、赤チャリは、音で充電できるようにした方がいいです。以上でした。